今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ストレートエニアグラムタイプ7熱中する人編オストラゴクということで、うん、今日はあのタイプ7、うん、こちらもあの人気のタイプ、うん、人気のタイプですね。自己主張型で、うん、楽観的、うん、で、7は思考タイプでございますと、うん、これなぜ人気かというと、うん、まあ、特徴が、うん、まあ、一言で熱中する人って言われているんですけども、うん、このエニアグラムでパートナー探しだと、うん、冒険する人、うんうん、ちょっとなんかアドベンチャーなんかかっこいいですよね、うんうん、なので情熱的、うん、精力的、うん、好奇心旺盛、うんうん、楽観的で外交的、うん、寛大器用、うん、なんかもう何でもできる人、何でもできる人、そして明るい、明るいで寛容でもう パーフェクトパーフェクトだとやっぱりその、うん、こんな自分がこんな人だったらいいなっていう、うん、まあなんかこう情熱的とか好奇心旺盛とか、はい、なんか必要だって言われてる、なんか成功するためには部分だったりとか、もう寛大とか器用とか多分全てが、そうなんで、うん、私もエニアグラムにズボってハマったきっかけが、うん、自分が自己診断でタイプ7になった時に一回ハマったんですよ、うんうんうん、7だって、うん、いいじゃん7じゃん、うん、俺じゃんって悟空じゃんってめちゃ強いじゃんってなったのがきっかけです、うんうん、まあ結局僕は6だったんですけども、うん、まあよくありがちな、よくありがちな、うん、タイプ7、うん、これが、まあ、ウィングで、うん、6の方向に触れると、うん、6のその何て言うんでしょう、空気を読むとか、うん、そういった方に振られまして、うん、じゃが愛嬌寄りになりましてですね、うん、生産的で陽気、うん、優れたユーモア、うん、頭の回転が速いとか、うん、そこの7に6の良さが加わって、うんうん、例えばあの芸能人でいう と、うん、香取慎吾さん、うんうん、まあ今このスマップがね解散した今、うんうん、香取慎吾さんって言ってもちょっと分かりにくいのかも、まあ分からない人はいないいないですよね、うん、あとはまあトンネルズの木梨さんとか、うん、もう7の雰囲気ってめちゃめちゃ出てますよね、うん、でこれが今度は8、うん、なんか力ですみたいな、うん、ボスみたいな力の方にウィングになると、うんうん、まあ行動が速くなるとか、うん、戦略的に自己主張かける自己主張みたいなところで戦力的に欲しいものを手に入れるとか、もう結構競争が好きらしいんです、うん、競争を楽しむとか、なんか7本当 7×8 みたいな、でユーモアも若干辛口によるそうです。で例えば芸能人でいうと上沼恵美子さんとか渡辺正行さんとか、もうお笑いの中でも若干もう渡辺正行さんとかリーダーって言われてますから、で上沼恵美子さんももうあの立場ですと、うん、なんで若干その7に8が入ると、うん、そういうちょっと力強い部分が加わりますよっていうタイプ7、うん、ざっと今駆け足で、うん、なんかもう何て言うんだろう、もうマイナスなところがないわけじゃないない、ね、なるほど。で、うん、例えばこのいつものこのエニアグラム、うん、あなたを知る9つのタイプっていうものを見ますとですね、忙しく生産的なタイプです、うん、多彩で楽観的で自然体、うん、遊び気があり元気で実際的ですと、うん、でただ、まあ、活動範囲を広げすぎて散漫になり、うん、規律に欠ける、うん、絶えず新しくエキサイティングな体験を求めているが、うん、走り続けているために集中力を失い消耗することもある、うん、じゃあこの辺ですかね。若干この辺というか両面性あるというか、いや明るいところには影がある、明るいところには影があるっていう、はい、要はこの人たちって楽しいことが全てなんですよ。苦しいことは全て排除したい。あでも人生そんなうまくいかないじゃないですかって、ちょっと6の意見っていうのをこう極力こう排除したくて逃げて逃げて逃げてっていうのがこの人たちのタイプ なので責任感がなかったりとか、もういいじゃんそれいやいや現実はいるよってで、まあ、知らないも聞こえないみたいなちょっと楽観的な楽観的な、あもう知らない知らないみたいな
大丈夫大丈夫みたいな、臭いものには蓋をする、うん、だからそういう意見がネガティブな意見が入ってくるとそれをシャットアウトしようとするみたいな、だから一見こうすごくいいじゃんみたいな、だから寛大だから許してもらえるけど、うん、自分自身ネガティブなところを見たくないから寛大なんですよ。あとなんかあとはそんなに気は短いみたいです、結構気は短いけど、まあでも見たくないから、この戦略的に欲しいものを手に入れるタイプ8、はい、こう競争が好きだとか言っているけど、はい、こう血みどろの戦いは嫌なんですよ。楽しいこの人となるほど俺お前より楽しいみたいないう戦い。なるほど、だからタイプ3とかだったら完全に成功じゃないですか、はい、成功したかどうかっていうところがこう勝ったか負けたかみたいな感じだけど、うん、この人たちは競争が好きだけど自分が楽しめたかどうかっていうところにこう主軸を置いてる。そのなんか楽しめたかどうかっていうのは、うん、なんかすごい6から見ると、うん、すごいなんか卑怯というか、うん、こっちはねなんか不安を抱えてね、うん、なんか生きてるのに、まあ、この人たちもでも不安ですからね。そうなんですよね。不安を楽観的に覆い隠してるんですよ。なるほど。だから苦痛とか不安とかっていうのをこう楽しいっていうところで相殺しようとしてるんですよ。なるほど、うん、だから楽しみ見ないように、もう楽しむ楽しむみたいな、楽しめればもう OK みたいな、まあ、それでずっとうまくいければ、うん、なんか逃げ切ればいいような逃げ切れればいい気がしますけどね、うん、ただまあそんなに人生、うん、うまくいくかと、うまくいかないことも多いで、僕はすみません、うん、どうしても6なので、うん、超現実的に、まあでもそういうところですからね、はい、実際うまくいかないことも多い、はい、まあ、このその先にまた出てくる部分なんで、ね、なんで囚われ、うん、この人たちの囚われは貪欲ですと、うん、なんでどんなにその楽しいことをやってても、うん、であもうお腹いっぱいの時は、うん、ちょっとじゃあそれを休むなりすればいいんだけど、うん、常にアクセルを踏み続けています、うん、なぜなら多分新しく手に入れたものでも、うん、手に入れた瞬間に楽しくなくなる、うん、楽しくなくなる。であれなんかあっちにそう楽しそうなものがある。なんか僕の知り合いのタイプ7の人は、はい、カレーがすごい好きだ、はい、って言って、なんかこう有名ですごく美味しいって有名なカレー屋さんがあると、はい、そこに行く、もう楽しみましょう楽しみましょう、はい、でこう注文して来た瞬間次のカレーどこ行こうかなって考えてるっていう。これはもうこれはもう楽しくないことはもう考えてないですよ。だから本当に楽しむためにはそれを楽しもうってところじゃないですか、うん、本当に美味しいって、ね、まずこれですよね。まずこれを楽しみましょう。 今もですよね。だけども食べた瞬間次のカレーって探し出すみたいな、うん、だからその楽しもうってことに対して貪欲だから、ある意味楽しめてないみたいなところもあるかもしれない。あ、常に楽しくない、楽しもう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 って言って、もっと先をもっと先をみたいなっていう、そう、だからこう一見いいけど、まあ、明るいところには影があるみたいなところですよね。はいはいはい、うん、ここにもその表面的で衝動的になりやすいと、うんうん、なのでその分裂の方向に進むと、うん、このタイプ1のマイナス、ね、うん、この1の要は自分をこのね、うん、孫悟空みたいな、うん、ルフィみたいな人が自分を抑制、うん、行動を制限して厳格になる、うんうん、無理無理無理それあなたそれ操縦できないみたいな、うん、あのじゃあそのタイプ7の人がよく言ってるけど、はい、こういろいろこうやっていくじゃないですか、はい、そうするといろいろ問題が出てくるんですよ。こう中途半端になってるやつが多い、はい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 、でそうした時に、まあ、その人はこう社長さんなので、はい、こう部下がこう言うこと聞かなかったりとか、はい、いろんなことをこういろんな人に指示してやってたりするとキャパオーバーになってくるのにもかかわらず、はい、こううまくいかないわけじゃないですか。自分がこう深くこう集中して指示を出してないんで、はいはいはい、うまく動かせなかったりするわけ、はい、でそうするとそのうまくできなかった部下に対してもういい俺が全部やるみたいな感じで全部こう仕事を取り上げるみたいな、忙しい人なのに忙しいで結局こうパンクするじゃないですか。しますね、うん、でパンクしてもうバーンとなんかダメになっちゃうみたいな。なるほど、うん、だからこういいけどいい面ばかりではないよっていう、でそこら辺がまあ無責任って取られる
バーンってなる、バーンってもうできないことをやっちゃう、そうです、ね、やろうとしちゃう。で、まあ、タイプ6的にはもうやることが重要じゃないですか。はいはいはい。なのでこうタイプ6はこう責任感が強いタイプ、タイプ1とか6とかはもうそれをきっちりやりましょうみたいな、うん、残念ながらそうですね。でそのきっちりやるのがもう嫌になっちゃうみたいな、もう投げ出しちゃうみたいな。あ、なるほど。投げ出さざるを得なくなっちゃうみたいなところですよね。なんでこのタイプ7がじゃあその囚われを手放す、手放す、要はこの貪欲を手放して、うんうん、この統合の方向というのが5ですと、うん、同じく思考タイプの5、うんうん、なので一つ、うん、一旦まず OK、 一つのことで集中すると、うん、今度はその生産性、うんうん、想像力がどんどん高まっていく、うんうん、だからこういろんなものに手を出して中途半端になっているものをとりあえず全部仕上げましょうというところなんですよね、はい、でこう5のようにこう集中、一つのことに集中してやり遂げるみたいなところが重要ですよって、それをやるのが、うん、逆の言い方するとそれをやるのが苦手なタイプですよね。一つのことに集中してやるっていうのが、だからまあ自分がタイプ7だと本当に思った人は、はい、もういろんなことに手を出さずに一つのことに集中しましょうっていう。なんでこの、うん、7は、うん、例えばその自分のことを2,3,4と間違いやすいと言われています、うんうん、なんでこの2,3,4、まあ、うん、楽観的だと、まあ、2、うんうん、3だと自己主張、うんうん、なんで7の人って分かりやすい、7の人は自己主張ですごく分かりやすい。そうですよね、自己主張で明るかったら7かなって感じ。もうそうですね、そうですね、もうニコニコしてて、この自己主張で格好つけてる人は3なんですよ。うん、ピシッとしてこうで空気を読む感じでニコニコしてる人が2、うん、2、まあ2は自己主張じゃないんでもっと柔らかいですよね。あ、ガツ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 喋らない、ガツガツいかない、はい、けどこうだから7の人ってもう中心にいることが多いです。うん、わかる、うん、中心にいてこうみんなをもうエンターテイナーですからね。エンターテイナーですからね、うん、でまあ7自体エンターテイナーなんですよ、はい、こっち側に行ってもエンターテイナーですよ、はい、結構結局はね、うん、はい。なのでこう上沼恵美子さんとかもこう盛り上げてるじゃないですか、中心になって。まあどこ行ってもやっぱり結局目立ちますよね。そうそうそう、はい、なのでこうもう8寄りに行ったとしてもエンターテイナー、はいはい、っていうのはまあ間違いないんで、そう、もう中心にいて笑いを取ってるような人、僕そこだと思ったんですよね、うん、本当に。でそれをなんかそうなりたいと思ってやってるのか、そうそう、そこなんです。あの本当の7が来ると、うん、僕はやっぱ黙っちゃうんですよ、うん、で本当の7はそれをやらざるを得ないんですよ。明石家さんまとかも7ってよく言われますね、うん、はい。であの人って別にこうテレビの前だからわーわー喋ってるんじゃなくて、楽屋でもあれって言います。楽屋でも、はい、そう、あの状態でずっと喋り続けてるみたいな。だからずっと周りの人を喜ばせ楽しませようとしてるっていうのがこう7っぽい。うん、なるほど、うん、あとその2,3,9は自分のことを7かもって、うん、2,3、まあ、結局は、まあ、楽観自己主張の部分ですね、うんうんうん。まあ、僕は7だって思ったことはないですね。なさそうですね、うん。まあ、有利と自己主張なんでちょっと離れてる、離れすぎですね、ちょっとねで2の人は融和と自己主張なんで、まあ、融和の人はこう場合によっては自己主張っぽく、まあ、出ますからね、はい、まあ間なんでね、はい、だから有利に見えたり自己主張に見えたりすることはあるかな、はいはい、ただ自己主張の人が有利に見えたりとか有利の人が自己主張に見えたりすることは少ないかなって。うん、なるほど。っていうタイプ7、うん、でこうタイプ7との付き合い方、うん、付き合い方としては、うん、このパートエニアグラムでパートナー探しを参考にするんですけども、まず彼らの話に耳を傾ける、うんうんうん、そして楽しそうに聞く、うんうん、っていうことが大事ですと、うん、で決まった日常とか、うん、決まった仕事、うん、決まったものに閉じ込めない、うんうん、自由人、ね、そう、彼らはもうそのギリギリまで、うん、自分の予約を、うん、あの決めたくないんですよ、うんうん、あのだからまあ行くかもみたいなのがいいかもしれません、うんうん、あとはまあその彼らはその難局に対面すると、うん、それをね否定してうまく言い抜ける、うん、まあ、先ほどおっしゃいましたよ、うんうん、もうパッてパッて言って、ね、こうまあ
自己主張なんでバーッと言ってこう煙に巻いて逃げていくみたいな, なところがあるので、うん、違うと、うん、ちゃんと対応しないと同じ問題が発生するよっていうのを言ってあげるのは重要みたいです、うんうんうん、でもこの人たちネガティブなこと言うと耳塞ぎたくなるタイプなんで、うん、ネガティブに聞こえないようにするっていうのも重要かなっていう、なるほど、うん、っていうタイプ7、うん、ざっと駆け足で今、うんうん、まあ、自分が7になった時にちょっと嬉しかったので、うんうんうん、エニアグラムを始めたんですけども、うんうんうん、この知ると、うん、7には7で5の部分がある、うん、そうだから本当に臭いものには蓋をするっていうところが多分7の一番、まあ、楽観の特徴ですけどね、もうネガティブなところには目を向けたくないんですよ。なんかこの子供の時に彼らは、うん、あの母親にあまりその面倒を見てもらえなかったって思ってる、うん、そうだったとは言いません、うん、思ってることがあるので、うん、その意向対象を常に探すんですって、うん、要はもう自分のことは自分で面倒見るって決めて、うん、なんでこの意向対象なんでもう目が映りやすい、うん、子供っぽい人、うん、まあ、確かにそうするともう孫悟空とかも若干そんな感じですよね、うんうん、だからこう結構自己中、あ、なるほど、うん、自分が楽しむために周りを楽しませて、はい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 、だから自分とこう肌の合わない人はもう知らないんですよ、はい、見ないだから自分を批判してくる人とかも見ない、あ、なるほど、だからタイプ8の本当のタイプ8の人とかは、はい、自分を批判してくる人がいたらバーンって戦いますよ。ごつなんですよね、うん、もう全面戦争が始まりますよ、はいはい、ただこう7の人はもう眼中に入らない感じ、知らないっていう、はい、で若干、うん、あの現実を見る、うん、集中するっていうのはやっぱり、うん、7の人にとっては大事なこと、うん、そうだからこう臭いものに蓋をしてたらその中でどんどん腐っていくんですよ。はいはいはい、はいはいはい、うん、なのでちゃんと見ましょうですよね。7の人に対するアドバイスとしては、まあ、ちゃんと見ましょうですよね。で7の人にはあんまりネガティブなことを言わない方がいいです。こういう楽しいことあるんですけどさって言って、まあ、さっきのこうそうは言ってもねって来るじゃないですか。あ、僕はどうしても反応しちゃうんですよね。6として、はい、そういうこと言われると、あ、もうこの人ダメみたいな俺の楽しい気持ちに溝を差したってなるんですよね、うん、でそれがいいか悪いかなんかどうでもいいんですよ。その7の人はそこでこう楽しい気分を味わってるんで、なるほど、うん、そしてもう反応の虫が、うん、まあ、僕はちょっと6としてちょっと捨てるべきとこなんですけども、うん、そう、まあ、6は多分その話聞いて不安が来るんですよね。そうです。で7の人はその楽しい話をしてそれをやるかどうかもそもそも決まってなかったりするんでなるほど。でそこにこう水を刺されるとってなるほどなるっていう。なのでこうまずはこのその人の話を気持ちよくずっと話しさせてあげることが多分こういい関係を築いていく上で重要、はいはいはい、でその上で本当に実際にやるってなったら、じゃあこれ今の話だとこことこことここに問題点があるねみたいな、今ちょっと若干7としてはなんかパタって耳が閉じそうなところですね、うん、そういう現実的なところって。だからこうそんなことやっても、まあ、言い方ですよね、はいはい、そうは言ってもねみたいなことよりも、まあ、思考タイプなんで頭の回転早いんで、そうですね、うん、合理的に、まあ、こう投稿の方向は5なんでね、はい、合理的にじゃあこことこことここにこういう問題点があるからそれを解決するにはどうしたらいいんだろうかみたいないうふうに続くと、まあ、よかったりとか。基本なんかこの人はとても器用なので、うん、何でもうまくこなすみたいなんですね。何でもうまくこなせて自分が何でもうまくこなせると思ってる、オールラウンドプレイヤーとも言われてます、うん、はい、だからこう完璧なんですよね。こう自分は何でもできると思って、あ、万能で、万能で、そうで、まあ、3とかも結構そういう、はいはい、何でもできるって思ってる、はい、けどこうこの人は、まあ、見たくないものに蓋をするタイプなんでどのタイプにも5はあるよと、うん、5は5があるからこういう風になってる。ああ、なるほどね、うん、そうですね、そうだからある意味そうしてないと自分は生きていけないと思ってるんですよ。なるほど、うん、確かにこの
この本にも必要なものを手に入れれば大丈夫、うんうん、大丈夫、はい、そうなのでこう今自分の持っているものでは将来不安なんですよ、うん、この先が不安でしょうがないからそう、そうなんで、うん、結局この人たちも思考タイプなので不安なんですよ、ねうん、不安未来が不安、うん、だけどこう不安を見たくないから楽観タイプで蓋をするなるほどなるほどで、まあ、ある意味紛らわせてるんですよね面白そうなことに手を出して楽しんで不安を紛らわせてるんですよ、うん、はいはいはい、はいうん、っていうところがこういうふうに出てるって話なんで、まあ、全てはこう不安貪欲なんです貪欲こう囚われ業があってそれを埋めるためにこのように行動してるっていうなんでもしか今ご覧になってる人で、うんうん、自分が7だと思ってる人は、うん、一回ちゃんと人気のタイプなんだね、うんうんあのこういうとらわれの部分もあるので、うん、ちゃんと考えてみて そこがこうちゃんと分かってないと本当に何だったらそういうところを手放しましょうじゃないですか、はい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 、こういろんなものの手を広げるんじゃなくて、はいまあ、一つずつこう着実にこう、そうですね、こなしていきましょうっていう、はい、ところが、まあ、7の人やるべきことだけど、はい、例えば6の人だったらもう結構やってるんですよねはいそうですね言われなくてもこう着実にこうそうですやらなきゃいけないことはしっかりコツ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 やってるっていうタイプなんで、はい、もう間違うと全然違うじゃないですか、うん、そうなんですよね、うん、危なかったですそう、はい、なのでこうこういう、そのままこういうね、うん、表面的な魅力に惹かれて、うんうん、7と思わずにちゃんと考えましょう、うん、だからまああれあの辺ですよね自分は本当に自己主張なのか楽観的なのか僕みたいに楽観的に考えよう、うん、楽観的に考えよう、うん、どうしよう、うん、これ楽観的じゃないですもんね楽観的じゃないだから楽観的に考えようと思って楽観的に行動してるって話じゃないですか、うん、意識して意識してで楽観本当の楽観の人は楽観的にならざるを得ないなるほどバッてなんか問題が発生した時に知らないみたいなっていう行動が出たら楽観の可能性がありますよねあ極力もうできるだけ問題を先延ばししようとする僕もこれやらこれがもう頭に離れないので、うん、これをやるしかなくなるんですよもうそれを忘れるためにこうで忘れられちゃうみたいな羨ましいのかどっちか分かんないですけどね羨ましくはないですよだからなるほどその蓋をした先に腐ってるんでねどん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 問題は悪化していく問題は悪化していくっていうでも処理しきれなくなったらその問題ごと捨てるしかないじゃないですかはいあのトラブルシューターの6としては、うん、これは気になるんですよねもう気になるんですね、はい、なのでそういうやっぱりこの自己主張か楽観かっていうところが一番基本、はい、軸になってて、はい、そこでこうそれを固めるためにここを見るみたいな、はい、こういった特徴を見るですねっていうところですね面白いです7、はい、人気の 7, 人気の7、うん、次は自己主張で人気が、うんあるかと思いきや、うん、あまり人気のないタイプ8タイプ8タイプ8はねあでもタイプ8はめんどくさいですよ対人あなるほど、うん、タイプ8はタイプ8でタイプ8はタイプ8でタイプ8はタイプ8でっていうかタイプ8の人はまだいいと思うんですよねあタイプ8の周りにいる人周りにいる人が結構大変なるほどの話をまた、はい、させていただきたいと思います、はい、ありがとうございましたありがとうございましたチャンネル登録数もどんどん増えてます増えております着実に今増えてコツ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 はいもうモチベーションが上がりで、はい本当にはい、次も頑張りますので頑張ります、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました。